創政会公明の北川明子です。通告に従いまして一般質問をさせていただきます。今回は一問一答で質問を行いますので、よろしくお願いいたします。一つ目は女性の活躍促進についてお伺いをいたします。今月3日に発足した安倍改造内閣で注目を集めたのは過去最多の5人となった女性閣僚です。安倍首相はいよいよ自ら掲げる経済政策アベノミクスを新たな段階に進め、景気の回復の実現を全国に波及させるため、新成長戦略の中心に据えた女性の活躍と地方の人口減少や経済を立て直す地方創生の強化に取り組みます。女性の活躍はこれからの日本の成長に欠かせない重要なテーマの一つです。政府は6月に閣議決定した新成長戦略に、社会の主導的地位に占める女性の割合を2020年までに3割以上とする目標を設定しました。将来的な人口減少を見据え、労働人口を確保するには、女性の社会進出が不可欠であり、女性の活躍支援は地方創生にも関わってきます。今後、我々はこれまでに経験したことのない人口減少、超少子化、超高齢化社会を迎えようとしております。家庭や地域、社会における女性の在り方をより積極的なものにすることが、これからの厳しい時代を乗り切る大きな方策であると言われています。勝山市においても、民間研究機関、日本創生会議がまとめた試算では、若年女性の流出により、消滅の危機に直面する自治体の対象となっております。若年層の流出を防ぐためにも、女性の活躍促進への取り組みは重要になってきます。私は6月定例会においても、女性や若者の活躍等について質問をさせていただきましたが、改めて1点目として、女性の活躍策の方針について、市長のご所見をお伺いいたします。水谷企画財政部長。女性の活躍促進策の方針についてお答えいたします。人口減少が進み、少子高齢化による人口構成が急激に変化する中、50年、100年先まで持続可能なまちづくりを進めるためには、これまで男性が中心となって担っていた分野での女性の活躍が求められています。安倍内閣においては、女性の力は我が国最大の潜在力であるとして、女性の活躍を成長戦略の中核に位置づけています。先ごろ組閣された第2次安倍改造内閣でも、5名の女性が閣僚に起用され、女性の活躍促進を前面に打ち出したところです。また、本年6月に閣議決定された日本再生戦略改定2014、未来への挑戦においても、女性の活躍促進が大きな柱に掲げられ、育児・家庭環境の拡充、企業等における女性の登用を促進するための環境整備、働き方に中立的な税制、社会保障制度等への見直し等を政策に取り組むとされています。勝山市においても、これまでも女性の活躍を促進するための政策を推進してまいりました。働きながら安心して子どもを産み育てられるよう、保育料の軽減や児童センターの無料化などの子育て支援策に早くから力を入れてまいりました。また、政策方針決定過程への女性の参画を図るため、
平成33年度の市議会等への女性登用率の目標数値を 40% に定め、女性委員の登用を進めた結果、平成26年4月1日現在の女性登用率は 29.7% となっております。さらに、地域における女性の活躍を促進するため、毎年秋に実施しております各地区の区長会と市長の語る会への女性の参加を呼びかけた結果、年々少しずつではありますが、女性の参加者が増加してきております。今後も将来にわたって持続可能なまちづくりを進めるために、女性の活躍促進を重要課題と位置づけ、第5次勝山市総合計画及び第2次勝山市男女共同参画基本計画に基づき、女性が社会や地域で活躍できるよう、さまざまな施策に取り組んでまいります。12番。それでは前向きな答弁をいただきました。で今回、私はやはり女性 の、まあ、ワークということで、まあ、働くその職場にいかにその女性が働きやすいかという、ことについての、まあ、質問をぜひさせていただきたいと思って登壇させていただいたわけですけれども、この女性の働き方に関してはワークライフバランスの推進というものが大変重要になってきますので、2点目にワークライフバランスの推進についてをお伺いいたしたいと思います。ワークライフバランスとは、誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育て、介護の時間や家庭、地域、自己啓発等にかかる個人の時間を持てる健康で豊かな生活ができるよう、仕事と生活の双方の調和の実現を言います。以前は女性の社会参画は家庭崩壊を引き起こすのではないかという誤解もありましたが、女性の社会進出が大いに求められる中、ワークライフバランスの推進がますます重要になってきております。そこで、ワークライフバランス推進について、当氏の認識をお伺いいたします。三谷企画財政部長。女性の活躍促進についてのうち、ワークライフバランスの推進についてお答えいたします。勝山市では共稼ぎ世帯が多い状況にありますが、依然として職場や家庭、地域では男女の固定的な役割分担意識が残っています。また、長時間労働を前提とした仕事中心の男性が多い中、男女ともに仕事と育児介護や家事などの家庭生活、地域活動、自己啓発など、さまざまな活動のバランスが取れた生活がしにくい状況にあります。今後、人口減少が進む中、さらに女性の社会参画が求められていますが、それには十分な育児、介護休業や短時間勤務、テレワーク、在宅就業などの柔軟な働き方が選択できる環境整備が必要です。合わせて男性の働き方の見直しや男性の育児・家庭参加の促進、それに対する職場の意識改革も必要です。年齢や性別にかかわらず、多様で柔軟な働き方が選択でき、健康で豊かな生活のための時間が確保できる、仕事と生活の調和の取れた社会を実現することは、人口減少社会を迎えた日本の経済を支える上で大変重要であると考えております。平成25年3月に策定しました
第2次勝山市男女共同参画基本計画では、計画を推進するための視点の一つに、ワーク・ライフ・バランスの推進を掲げております。今後も第2次勝山市男女共同参画基本計画に基づき、男女が共にゆとりを持ち、生涯にわたり健康で自分らしく豊かな生活を送ることができる社会の実現を目指してまいります。12番。今、当時の認識をお伺いをいたしました。仕事は暮らしを経済的に支え、生きがいや喜びをもたらすものです。それに加え、今、男女を問わず仕事をしながら、子育てや家庭での時間も大切にしたいと考える人が大変増えてきております。そうした働く人の価値観やライフスタイルの変化に対応して働き方を見直し、仕事と生活の調和を図る考え方や取り組みが、今般、大変重要されるようになってきたと言われております。ワーク・ライフ・バランスの推進によって働く人は、仕事の密度を高めて、時間を生み出し、それを仕事以外の時間に振り返ることが可能となってまいります。そうすることで、仕事とともに家庭や地域での活動も充実させることができ、自分の望むバランスで自分らしい人生を送ることができると言われております。また、企業は仕事の中のそのワークライフバランスを取り入れることで、無駄を見直し、業務の効率化を図ることができるということで、生産上の向上が大変見込めることができます。さらに、家庭や社会貢献を重視する企業として、その企業そのものが大変社会的イメージの向上にもつながってくるというのが、このワークライフバランスの取り組みの大切なところではないかと思っております。で、今、いろんな方の質問のお聞きする中で、やはり活躍しとっても今、自主防災組織とか、また地域高齢者のその見守りをその地域で取り組むという、その地域に振られてくるその取り組みが大変増えてきておりますので、やはりその担い手をやっぱり確保していくという、その必要性が大変重要になってくる場合に、やはりこの働き方の見直しをすることで、やはりこの地域、社会に人のために役に立つ、貢献をするということが、つまりはそれがしたことで、その自分自身を高めることが、また仕事にきちんと結果として現れてくるっていうのは、そういうワークライフバランスの基本的な考えだと思っておりますので、これから人口減少社会が進んでいく中で、やはりこういう取り組みをして、担い手の確保にしっかり取り組んでいく必要があるのではないかと思っております。そこで行政としてワークライフバランスっていうのがまだまだその、市民の中には周知されていないといいますか、聞いてもなかなか内容が理解されていないということもありますので、要望といたしましては、商工会議所さんのそういう協力も得ながら、企業とか事業者、また団体等への出前講座などの開催とか、またこれからそのホームページや広報誌での周知をお願いしていきたいなと思っております。これがワーク・ライフ・バランスについての要望でございます。次に、3点目に、働きやすい職場環境の整備についてをお伺いいたします。人口減少や少子高齢化が進む中、働きやすい職場環境を整え、
女性がその意欲と能力を発揮することは、経済や地域の活性化に必要なこととして、県では女性の就業率、共働き率が日本のトップクラスであることから、子育てしやすい環境づくりや女性のゆとりの時間の創出など、仕事も家庭も充実した女性リーダーとして、生き生き活躍できる社会づくりを進め、さまざまな事業を行っております。党首としても人口減少対策の一つとして、女性が働きやすい職場環境整備への支援が必要だと思いますが、党首のご所見をお伺いいたします。水上商工観光部長。次に、社会の活躍促進についてのうち、働きやすい職場環境についてお答えいたします。我が国における女性の社会進出に対する支援の取り組みは、1985年に男女雇用機会均等法が成立したことをきっかけに、本格的にスタートし、その後、女性の社会進出につれて、その働き方や支援の取り組みも多様化してきております。今ほどのご指摘のとおり、福井県におきましては、女性の就業率が全国2位、そして共稼ぎ率が全国1位と、ともに全国でもトップクラスであり、女性労働者は県内企業の成長、そして存続にとって欠かすことのできない存在になっているとお聞きしております。また、少子高齢化、人口減少社会に伴い、労働力が不足する時代を迎え、企業にとって優秀な人材の確保が重要な経営課題ともなっております。出産、子育てのために一旦退職された方に対する再雇用制度の導入も推奨されております。経験や技能を持った人材の定着、女性労働者の意欲向上、優秀な人材確保といった観点から、再雇用制度は女性自身にとっても、企業にとっても大きなメリットがあります。また、勝山市では、女性の社会進出と働き続けやすい環境づくりに向け、企業訪問を行った際に、企業内での環境改善の取り組みについてお聞きしております。その中には、男性が多い職場のため、女性への声かけに配慮し、コミュニケーションを心がけている、あるいは職場での男女のコミュニケーションに努め、業績アップにつなげるため、日頃から会話を多くし、親睦会や研修を行っているといった企業もありました。また、社員からの要望でトイレの洋式化を行ったといったハード面の整備に取り組まれた企業もございました。職場環境の改善には、そこに働く労働者の努力と、女性が生き生きと活躍できるための企業の努力が必要不可欠ではありますが、市といたしましても、国や県の支援制度を周知するとともに、このように日々の努力を続けておられる企業や、労働者の皆様の意見に耳を傾け、環境改善に取り組む市内の企業について、ホームページや市広報等で紹介し、支援するとともに、職場の環境改善に向けて啓発に努めてまいります。12番。ご答弁ありがとうございました。今回はその女性の働きやすい職場環境の整備が、実はその地元企業への就職を促し、最終的に人口減少への対策に大きく貢献していくのではないかと思い、質問をさせていただきました。実は先ほど、門議員も言われておりましたけれども、本日のその福井新聞に、人口
減少対策に女子力というふうな、まあ、大きな見出しが出ておりまして、県外女子学生の U ターン促進事業は、本県の人口減少を食い止めるのが狙いである。県内企業に勤める女性が都市部に出向き、女子学生に県内の就職のメリットや暮らしやすさを PR するというふうに書かれておりました。この取り組みにもやはり PR ということですから、勝山市のその企業の職場環境整備というのは、その U ターンにはとっても必要な対策になってくるのではないかなって改めて強く感じました。そこで県が取り組んでいる、実は女性ネットという、これはご存知だと思うんですけれども、この事業に参加をしている地元の2つの企業がありまして、実は松文産業株式会社様とアボットジャパン株式会社勝山事業所、この2社が福井女性ネットというふうなの事業に取り組んでおります。じゃあこの福井女性ネットというのはどういうことかと申しますと、県内の企業事業所団体等で活躍中の女性が相互交流、自己研鑽、事業等における女性の活躍促進を目的として講演や交流事業、情報発信事業に取り組んでおられるというふうに書いてあります。そしてその女性リーダー論なんかを学んだりしながら、その人材を育成をしていくということで、実はこの2つの企業にちょっとお聞きをしてみました。そうしたところ、松文産業様は4年前より女性の職員1人が毎年参加をし続け、女性リーダーの登用や女性の働きやすい職場環境整備に取り組んでおられ、現在その4人の副班長さん、ちょっとその副班長さんというのはどういうお仕事内容かちょっとそこまでお聞きしなかったんですけれども、登用されているということで、女性リーダーが4人生まれておられるとお話をされていました。そしてまたアボットジャパン株式会社勝山市事業所は、他にも県が使用する女性職員が中心となる企業内プロジェクトチームっていうのが今県が大変取り組んでおりまして、福井県の中で5社だけその選ばれた中の1社となっておりますので、だいぶ以前になるんですけれども、県の男女参画県民活動課というところで、大石さんという課長様に、いろいろ女性職員が中心となる企業内プロジェクトチームということでお話をお伺いしたところ、大変そのアボットジャパン株式会社の勝山営業所が、本当に積極的に取り組んでいると、県内でもトップクラスですっていうふうに言われました。このアボットジャパンさんは皆さんもご存知の通り、やっぱり本社がアメリカでございますので、どうしてもそういう女性政策というか企業の中の女性の活躍という対策では以前から大変取り組んでおられるんだなっていうのは思っておりましたけれども、先日私は会社を訪問させていただきまして、2人の女性リーダーより取り組みをお伺いをしてまいりました。で一つはこの取り組みということで、ワーキングウーマンエンパワーメントプロジェクトということで、エンパワーメントとは自分らしい生き方を学び取る力、また経済的に自立できる力、政策方針決定の場に参画する力、国際社会に活躍する力をつけることと言われました。またこのワーキング WWEP は全女性従業員のためのプロジェクトであるという、でメンバーは全女性従業員の代表であり、全女性従業員のために、またそれは
男性も含めた全従業員のために、まあ、活動をしているということで、これは以前にその講演を聞きに行った時も、やはり女性だけのプロジェクトを進めるということは、やはり女性ばかりがそういう恩恵を受けているということが大変職場で活動しにくいというお話をその講演の時も講師の方が言われておりまして、まさしくアポットさんもその女性だけではなく成功した鍵っていうのは男性も含めたその全従業員の、まあのために活動したということを言われておりました。でスローガンとしてはスマイル全開、明るい職場づくりに貢献ということで言われておりました。それで私が大変感動してといいますか、とてもいい取り組みだなと思ったのは、これはどこの職場も、この役所もそうですけれども、関係してくるのかなと、参考になるのかなと思ったことは、実は表彰制度というものがありまして、一つは360度サンキューカードという取り組みをされております。これは目的といたしましては、日頃の感謝の気持ちを形にして渡す、もらうことで、勝山事業所内のコミュニケーション活性化を促す、また感謝するされていることを、意識することでさらなる良い、言動行動業務につながり、今以上に優しく気配りのできる魅力的な人が増えることを期待するというふうになっております。でこれは方法としては、カードに必要事項を記入し直接手渡す、でカードの発行を事務局に申請をする、半年ごとにカード受講数の上位5名の表彰も行うというふうに言われております。実は私もこれこの事業はありました内部だけではなくて、その外部入ってこられるその業者とか、その来られた方にも対象ということで、ここはアボットさんは特別、こういう取り組みが先進的にやっておられますけれども、各国のありがとうという言葉をここに書きまして、早速私が行きますというお電話をさせていただいて、もう行ったときはすぐに本日はご多忙中、来社いただきありがとうございましたと、勝山市の女性躍進推進に少しでもお役に立てれば幸いです、今後とも何卒よろしくお願いいたしますというような、こういうカードをさっとくださるんですね。もう本当に素晴らしい取り組みだなというふうに思いました。これからこの取り組み以上に、私がとてもいいなと思ったのがベストエンプロイヤーアードといいまして、一般社員の視点で見たその頑張っている人、つまり本当にこう表面で頑張っている人は目立つんですけれども、なかなかその陰で本当に目立たないが会社にとってもその貢献をしているという、そういう従業員を選んで表彰するということで、この受賞者は自分が評価されていることを実感でき、モチベーションのアップにつながると。いずれの表彰、これは方法としては全従業員がそういう頑張っている従業員を言うと投票するということで、年間20人を対象としているそうです。で生産業務に関わる従業員が投票し、そして対象者もまた生産業務に関わるすべての従業員ということで、2012年から2014年の間に表彰者は70名いたと。で中には何回も言うと表彰される方がいらっしゃるけれども、3回までということで、3回以上は殿堂入りという中で、この360度サンキューカードからベストエンプロイアワードという、この取り組みが表彰制度の取り組みが、いずれの表彰制度も周りの人に関心を持ち、いいところを見つけ評価することを考えることが日常になることを期待をしてされておられます。で結果として勝山工場全体のモチベーションアップにつながるということで、やはり陰で頑張っている人
そういう人たちをどう激励し、その人たちもすべて、まあ、社員がどう意欲を持って仕事に取り組むかということのこの取り組みに、まあ、大変素晴らしい取り組みだなということで、これも効果が出ているとおっしゃっておりました。で、まあ、今のその若い方というのは、まあ、申し訳ないんですけれども、まあ、背中を見て覚えろとか、まあ、命令的なそういう強い言い方ではなかなかその一人一人の本人のいい力が発揮をしにくいと、いいところを見つけて、まあ、これもあれですけれども伸ばすことで能力が発揮され、まあ、その最終的にはこれが企業のモチベーションのアップにつながり、まあ、いい仕事ができるというふうに言われておりました。まあ、これはちょっと大変余談にはなるんですけれども、まあ、お二人のリーダーの方と、まあ、1時間半ほどお話をさせていただく中で、実は一人は石川県からこの会社のその社風といいますか、この取り組みが大変いいということで来られまして、で大野に住み着き定住をされました。でもう一人の方も、まあ、大野に定住をされているわけなんですけれども、まあ、その人たちが、まあ、勝山市の、まあ、いろんなその観光とか環境、また教育福祉 の、 その積極的なとてもその先進的な取り組みに勝山市って本当に頑張ってるねっていうことを、まあ、何度も、まあ、申されてまして、私たちむしろ地元 の、 人間の方が何時かピンとって今こういうこと言うと申し訳ないんですけども、大変やっぱり確から見ればこう羨ましがられているのかなと、まあ、取り組む、まあ、職員の方は大変な思いをされていらっしゃるとは思いますけれども、まあ、ちょっと嬉しい話だったかなというふうに思います。でこのようにアボットジャパン様のこういう先進的な取り組みを、私は今この勝山市の企業に全部実践をしなさいと、そういうことは今申し上げているわけではないのでありまして、まあ、これからやはり人口減少対策として、やはり雇用という問題が一番若い方たちに大きな、まあ、問題になってきますので、やはり勤めて本当に良かったなと思えるような、そういう企業への今からその努力が必要ではないかなということで、まあ、できるところから取り組んでいただきたいなというふうに思っております。それで最後にこの質問の最後にはなりますけれども、地方創生ということで、これはやっぱり官民挙げて取り組まなければ、やっぱり行政だけ一生懸命取り組んでいてもなかなかこれは進むものではありませんので、まあ、企業も方にもやはりこれから少しずつこういう取り組みの大切さを、まあ、訴えていただいて、今部長もいろいろホームページとか広報しても、まあ、ワークライフバランスとかいろんなことを、まあ、周知していっていただけるということでしたので、やはり行政としてもしっかりとこれから企業 の、 その働きやすい職場環境に向けてできることから、まあ、取り組んでいっていただきたいなと思っております。次に、すみません、空き家対策の推進についてお伺いいたします。空き家は景観上の問題だけではなく、敷地へのごみの 不法投棄や、不審者の侵入、放火の要因になるほか、災害時に倒壊して避難所や、避難や消防の妨げになる恐れがあります。こうした危険性をはらむ空き家に対して、投資も指導、勧告、命令、行政代執行などを行うための条例を施行し、対策に取り組んでおられます。そこで1点目に、投資における空き家の現状をお伺いいたします。大林総務長。
空き家対策についての、当市における空き家の現状についてお答えをいたします。現在勝山市が把握しております空き家は4月の時点で専用住宅、店舗併用住宅、倉庫などを合わせまして約440棟あります。このうち管理がなされていない廃屋は92棟ありました。空き家の情報は各区長に情報収集をお願いし、各区長から報告をいただいた情報をもとに市の担当職員がその現場を確認をしております。また空き家の管理が不十分な空き家の管理が不十分で隣の家に著しい危険を及ぼす恐れがあるときには所有者または管理者の情報を調べ、勝山市空き家等の適正管理に関する条例に基づく助言等を行っており、昨年度の助言数は8件となっております。市の助言により所有者や管理者が適切な管理を行っていただけない場合には建築基準法に基づく指導を福井県奥越土木事務所に依頼をしており、昨年度の指導数は4件となっております。これらの指導の結果、所有者から具体的な回答があった件数は4件で、実際に対策がなされたのは1件にとどまりました。空き家対策は所有者や管理者の理解を得ることが最も重要であり、今後とも継続した取り組みが必要であると考えております。12番。私はこれまでにも平成12年の12月から23年の3月、25年の12月の定例会で空き家対策について質問をさせていただいております。空き家の増加が地方都市部を問わず、本当に今深刻な問題になっております。人口減少が進む中、とりわけ地方において空き家の上昇が顕著になっていると思われます。実は総務省が7月29日に発表した2013年の住宅土地統計調査によると、全国の空き家数は820万戸に上り、住宅総数に含める割合も 13.5% で過去最高になったと伺っております。そこで2点目に、当市におかれましても人口減少に伴いますます空き家が増えると思われますが、今後の予防から跡地の活用をどのように考えておられるのかお聞かせください。佐々木建設部長。勝山市では空き家対策の一つとして老朽危険空き家解体事業を平成25年から開始しております。本事業は老朽化して危険な状態になった空き家を解体することにより地域の安全性の向上を図るため、また解体後の敷地を多目的広場や陶器の雪押し場として利用させていただくことを目的とした制度であります。本事業の対象になるかどうかの事前相談を平成25年度は4件、26年度は現在までに3件受け、危険度の判定を行いましたが、いずれも危険空き家には該当せず、実績はありません。今後も継続して、ホームページや広報等により制度の周知を図り、この制度を活用していただきたいと考えております。12番。今の部長のご答弁では、25年、26年度と合計で7件ありましたが、その危ない、その危険な空き家には該当しないということで、安心をいたしました。実はこの空き家に関しましては、条例等も作らせてはいただきましたが、あくまでもその管理責任というものは
やはり所有者にあるということは明らかでありますが、まあ、これから、まあ、人口減少が進む中で、またますますその空き家がこうというんですかね、古くなってくるということで、まあ、管理が不十分で近隣に迷惑をかけている場合などは、やはり行政がしっかりと指導すべきであると思います。しかし実際のところは、まあ、さまざまな難しい問題が多々ありまして、なかなかそのスムーズに進まないのも現実ではないかと、まあ、思っております。で、皆様もご存知の通り、その、まあ、障害として進まない障害ですね、対策の障害として、まず所有者の把握の難しさ、そして撤去費用の、まあ、負担、また自治体の責任だけで執行だ、行政代執行などを行った場合の訴訟などのリスクなどをが、まあ、指摘をされると思います。で、空き家を撤去して更地にすると、住宅が建つ土地の固定資産税が軽減される、特例措置、最大で更地の6分の1が受けられなくなるため、まあ、所有者があえて、空き家を残したままにしているということも、まあ、取り壊しが進まない、まあ、原因になっているということは、皆さんもご存知の通りだと思います。そのために実は政府はこのほど年末の税制改正に向けて、住宅用地の固定資産税を軽減する特例措置を見直す方向で、まあ、検討に入ったということを伺っておりますので、まあ、当市におかれましても税制改正の折にはやはり速やかに対応をしていただけますように、まあ、要望したいと思います。で、やはりこの空き家問題というのも、やはりその未来のやはり子どもたちにその負担を押し付けてというか、残すということはやはりなるべく避けなければならない、まあ、大きな政策課題の一つだと思いますので、まあ、しっかりと対応をお願いいたしたいと思います。次に3点目に、投資において空き家の利用活用に向けて、インターネット上で物件情報を公開し、仲介する宅建業者に紹介をする空き家情報バンク制度を導入をしておられますが、その成果についてお伺いをいたします。佐々木建設部長。空き家情報バンク制度の導入の成果についてお答えいたします。この制度は平成18年度から導入され、25年度までで11件の登録があり、そのうち7件が契約成立をしております。12番。で、部長の答弁では18年から25年度まで7件が成立したと、まあ、いうことですが、実は私、割とその空き家を空き家といいます、そうですね、空き家を売りたい、また欲しいっていう方の要望を結構お聞きしまして、実はこの今回この質問をするにつけても、つい2日前ですね、まあ、私のところにたまたまその空き家の持ち主から、まあ、その中古物件ですね、探してらっしゃる人があったら、まあ、紹介してほしいという、実はお電話で要望がありました。で、でいろいろ私も空き家を探している方のを知っておりますので、まあ、お聞きしたところ、やはりその探しておられる方の、まあ、条件と今回売りたい方の、まあ、条件が、まあ、合わなかった点、それはやはり子どもさん の学校の問題で、その学校内からちょっと校内範囲ですねからちょっと違うので、まあ、成立はしなかったわけですけれども、まあ、その方にお話をしたところ、こういう空き家情報バンク制度、登録制度っていうのを説明をさせていただきましたら、知らなかったんですね。
で、実はこの空き家を売りたい方、やはり欲しい方をより成立率を上げるというのは、やっぱり物件数が多くないと、なかなかそこの成立っていうのは上がっていかないということで、やはり行政としてもう少しその空き家バンク情報制度の周知を積極的にお願いをしたい。で、福井県のバンク情報を調べますと、中心市街地とかっていうところの空き家の情報は3件ほどですかね、出てたんですけど、この郊外ですね、田舎の方っていうふうなところは一件もそういう情報バンクには登録されてなかったんですけれども、よく歩きますと田舎の方にはかなり空き家もありますので、やっぱその空き家バンクに情報をしていただけるような、そういう周知を積極的にお願いをしたいと思いました。で、そもそもその空き家バンクっていうのは自治体などが地元の空き家情報や、移住に関する情報を、インターネット上などで公開することによって、全国からその入居者や購入者を募り、地域に住民を呼び寄せることによって地域活性化を図ろうとする、取り組みであるというふうに、お聞きをしているわけですけれども、なかなかその成立っていうのがうまくいかないというふうなこともお聞きをいたしておりますけれども、今言われましたように、やはり多くの物件があるということが成立条件の大きな要素になってくると思われますので、ぜひその登録をすることの知らない人への、その周知をしっかりと、広報誌などでこれからお願いをして図っていただきたいなと思います。これにつけてちょっとご答弁をいただけたらお願いします。佐々木建設部長。空き家情報バンクの制度の周知につきまして、議員からご提案ありましたとおり、広報活山やホームページなどを通じて、周知、呼びかけをしていきたいと思います。考えます。12番。それでは周知をしっかりお願いをいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。暫時休憩いたします。